ブドウがベト病になってしまいました。秋は貯蔵養分を高める大切な季節とのことなのでショックです。ベト病の葉での被害は、はじめ薄黄色の斑点が現れ、やがて裏面に白色の毛足の長いカビが発生しで、ひどくなると落葉してしまう病気のようです。越冬した病原菌は5から6月頃に風により飛散し、胞子は葉裏の気孔から侵入し感染するようです。一度発生すると二次伝染を繰り返すため、短期間のうちに周辺に広がり被害を受けてしまうようです。成果となる8月には進展は収まるが、9月以降気温が低下すると再び増加する特徴があるようです。葉裏に白いカビが生じています。この葉は黄色い菌のようなものが生じています。ベト病を観察していたら、ハマキムシの幼虫でしょうか。捕獲して駆除しました。ベト病の症状が出ている葉を適用しました。症状が出ているものを適用すると丸坊主になりそうなので、軽いものは残すことにしました。落葉した葉にも菌が残っているので落ち葉も回収しました。適用しているうちに葉がなくなり、スカスカになってしまいました。今回はホライズンドライフロアブルを使いたいと思います。ホライズンドライフロアブルは予防と治療効果があるということで選定しました。薬剤は流状でバレー所にも良いようです。今回は発症しているので治療が目的なため、希釈倍率を2500倍と濃くしました。害虫対策にスミチオンも混ぜています。ベト病の菌が残らないように枝や葉にすべて適用しました。自分にかかってしまうため、中心部から外側に散布していきます。また、農薬散布の際は、風下から風上に進めると良いと思います。ですが、まだまだ樹液の流動があるようです。ここで葉が機能しないのは痛いです。1週間後の状況です。ベト病の進行は遅らせているように感じます。今年はもう一度くらいホライズンドライフロアブルを散布したいと思います。また落ち葉も回収し越冬に備えたいと思います。ブドウ棚はある程度できたのですが、実がならないので雨よけビニールをかけなかったのが失敗だったでしょうか。
今後もよく観察して病害虫に注意したいと思います。